日の果ては梅崎春夫による小説、またそれを原作とした映画テレビドラマ化作品である。本作は1947年9月30日発行の期間試作終記号に掲載され、1948年に試作者から日の果てとして単行本化された。作者の梅崎春夫は大学を卒業後、海軍の通信文献隊歌手官として某の図、 桜島に派遣された経験から1946年に桜島を描いているが、本作は梅崎の兄から聞いた実話にヒントを得た作品となっている。本作が映画化された時、フィリピンのルソン島の戦いを舞台にした作品として紹介されたが、実際はサンホセボンチという地名が出てくることから、同じフィリピンのミンドロ島の戦いを背景としている作品である。 軍医花田中尉は現地の女を連れて脱走してしまう。部隊長から花田軍医射殺の指令が宇治中尉に下る。宇治は射撃の名手である高城五条を伴って花田の行方を追う。最初、花田の行動を許すことができない宇治だったが部隊を離れて孤独になっていくにつれて次第に自分の脱走を考えるようになる。ヤギプロダクションと 青年俳優クラブが1954年に制作し、小竹が配給した。ヤギプロダクションは、ヤギ康太郎が2年前の1952年に設立しており、本作は第2作となる。青年俳優クラブも、同年、各劇団を脱退した、岡田英治、金子信夫、高原俊優、木村勲、織折本純吉らによって結成されており、本作は、 本格的に映画制作に参入した第一作となった。軍隊経験を持つ山本札夫監督の真空地帯に続く戦後の戦争文学の映画化第二作であり、本日旧進の脚本家斉藤良介と八木康太郎が脚色した。真空地帯のキャストを一部引き続き採用している。1962年1月30日に、 シャープ歌謡劇場で放送。ありがとうございます。